どうもチャップですフォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、今皆さんに見ていただいているスキンのルインをね使ってゲームしていこうというね回でございます。見てくださいよ、めちゃくちゃ悪者感すごいですよね。でもねちょっとかっこいいです。なんかなんやろな、ちょっと強そうなカブトムシみたいな見た目しますねなんかウルトラマンの敵に出てきそうなんですが、このルインをね使っていきたいと思います。でちゃんとねこのバックアクセサリーもルイン仕様にしてるし、収集ツールのツルハシもねこれルイン仕様になってるわけなんですよ。すごい悪の大ボスみたいな、もう最後のねラスボスみたいな感じが出てるんですけれども、こいつにねぴったりのね火山の場所があるんですよ。あ、ルインがめちゃくちゃ住んでそうな火山の場所やなっていうのがね、お皆さんに思ってもらえるようなとこがあるんで、そこをねとりあえずね見ていただきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで皆さん無事にね火山に到着したんですけれども、この中にね入っていきたいと思います。これ見たらねめちゃくちゃロード・オブ・ザ・リングっていう映画を思い出すんですよ。指輪投げるシーンね、伝わるかなということで入っていきましょうか。でこの中入っていったらねこの溶岩のねこの空間があるんですけれども、ここねアイテムがいっぱいあるんでね皆さんぜひ来てみてください。ほんでこれですよ、これ見てください、めちゃくちゃ滝、すごい溶岩の滝ですよ。ぶつかっても食らえませんからね。この溶岩の滝を見たら僕はミスターインクレディブルを思い出します。これも伝わらんかもしれんなで宝箱はねちょっと邪魔なんでねちょっと潰してみましょうかね。さあ皆さんもう潰れますよ。宝箱になんか玉座を奪われてる感ありましたもんねほんでこの玉座だけを見たらなんかゲームオブスローンズをね思い出すと、ゲームオブスローン、ゲームスローンズ、ゲームオブスローンズ見たのにタイトル忘れるっていうね、まあどうでもいい話です、はいでここに竜の卵があるんですけども、見てくださいよ皆さん、もうどう見てもここもルインの場所ですよ。ここで王様になれるっていうね、これがやりたかった。正直ね多分このね新スキンやったらね溶岩も大好きやから溶岩食らわないと思うんですよ。もうそれだけねちょっと試しましょう。もうオーダーも座ったしね、これ落下できへんのこれ、ちょっと待って、フラッピーじゃない、フラッピー展開、ちょっと待って、フラッピー降りられへんやん全然降りられへんやん、もう降りられない仕様なんですよね。まあ、僕が下手くそやと思いますよ、まあ、ここにね乗ってね背中見てねこっち見てね終わりにしたいと思います。はい、ということでですね、ルインの圧倒的なかっこよさとルインのお家を皆さんにね見ていただいたところで、頑張ってね1キル取って優勝目指していきましょう。グライダーもねなんかそれっぽいのにしてきたんですけど、なんかちょっと軽くロード不足みたいになってるわあれちょっと誰か来てる、怖い、ん大丈夫、 OK いい感じで、目の前にも敵の人はいませんと。めちゃくちゃ火山のボス的なねラスボス感出してるのに、こう雪の面にね降り立つという、むしろ弱点ちゃうかみたいな、そういうのはありますよねいやでもね逆ですよ、逆ね、この雪の面も全て溶かしてやろうっていうのがこのルインですよ。めちゃくちゃ目立ちますね、もうどう見てもカブトムシなんですよね僕の中ではこれカブトムシかなんかコガネムシみたいなね、海外産のさちょっとかっこいいやつに僕はちょっと見えるなっていう話でございます。ということでさ頑張っていきたいところなんですよ、ほんまに皆さん。お、なんか売ってるね、あの隣の町が騒がしいですが、まあ、僕はもうちょっとほんまにやられる気しかしないんでもうスルーしますけどね安定のスルーでということで、まあ、でも敵の人いませんね。あ、目の前の草のエリアを誰かにポジクられてるということは、ことろはって噛んでますけど、ことは誰かおるな、これはこれは間違いないですよ皆さん、これは誰かおる、もう降りたんかそれともどっかに行っちゃったんか下に降りたんか分かんないですけど、貴重なね1キルチャンスが訪れるかもしれませんと。毒ガス強いんですけどね、まあこれにしときましょうか、この爆弾の方にね、よし行きましょうか。ここね回さられてるんですよ、ちょっと下降りたんかな、あそこいらっしゃいますね、止まってくれたらいいんですけど、止まる気配は、止まった止まった、うおーしーあ下にもいるぞ、下にもおるんか、はい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 、じゃあどっちがこう勝負を決めるかっていうところですね。どっちが勝ったんですか、あロケラン打ってますやん、え ロケラン打ってる、待って、でもロケラン打った方が負けたっぽい、あ自爆したんかな、これなんかロケランリロードしてるぞあの人、待ってロケラン持ってるのちょっとやばいですね、そして全然止まってくれないからこれはやばいけど、あったんちゃうか、あ当たらんな、惜しかったなワンチャン当たりそうやったんですけどね、このサプレッサーの銃が、あ全然当たれへん、うーんこれもう近接でワンチャンちょっと決めたろかなみたいな感じでいった方がいいかもしれませんな、全然当たれへんぞでもロケラン持ってるんやなこの人な、んあんとこロケラン持ってるかやばいんですが、これでルル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 ル
でやばいかなと思ったんですが、はい、これで1キル取ったんで動画の見せ場 OK で、ミニガン強いですね。ミニガンなんか昔よりもミニガンがね使いやすくなった気がする。ミニガンさん、1キルするためにね援護してくれてありがとうございますということで、さあ行きましょう。ルインにぴったりじゃないですか、ロケなんて。もうこいつがもう常にふさわしいみたいな、もうなんかもうすごいいい感じですね。でこの辺りなどはもう荒らされてるんですかね。これやっぱりね溶岩の王やから、この子やられるわけにはまだいけへんから、でも宝箱は反応ないかな。あ、ショットガンか。スナイパーね全然ビビるほど当たらなかったから、別になんか持ってなくてもいいような気がするというこの悲しい事実。あれ、あ、宝箱の音するやん。聞こえてない、全然聞こえてなかっただけやん。音しますやん、ありますやん。これでなんかワンチャン、こういう時にねポーションとか出てくるんですよね。あー出てきましたね。これどれ捨てようかなって迷う時に、もうこうなったらもうあれやんか、スナイパー捨てなあかんやんね。ほんまにスナイパーなあ当たらんかったけど、いい武器なんですよ僕が下手くそなだけ。これここはここはないか、ん、あ、なさそうですね。このひっつきボムだけか。嵐のオーディションにも入っては、ん大丈夫、自分の音、んボーラーの音がするぞ多分。どっかおらん、え、お、どっかでボーラー遊んでない。あ、遊んでますね。なんかボーラーでもなんかあのボーラーバリバリに強いみたいな、ボーラー最強説みたいなのありますね。なんかボーラー殴ってない、え、ボーラー潰しあれボーラー潰してやる、あ、そういうことではないのか。ちょっと打ってみましょうか。あ、倒せましたね何、あ、あー宝箱か。あ、ラッキー、めちゃくちゃラッキーですよ。僕めちゃくちゃついてるやん、ちょうどいいタイミングじゃんこれスナイパーめっちゃいいの持ってますね、ヘビーのゴールデンね。まあそれはちょっと置いといて、あ、ラッキー、めっちゃいいですやん、マジか、最高じゃん武器がいいんですよね今回も。ちょっとこれ、え、どうしようかな、ショットガンむしろこうなったらいらんのちゃうかみたいな、チャグジャグまだなんかボーラーの音がした気がする。これ使ってジャグジャグ持っていきましょうか。迷うなぁ、なんかこういうアイテムね無駄に充実するときありますよね。そういうとき僕ね、あの負けやすい気がするもう不安しかないやんいうことあるんですが、まあ嵐のオーディション、はい、特に敵の人も下にもいなさそうなんで、なんかどっか安全なとこ行きたいですよね。あ、そこに宝箱ありますね。まあ、でとりあえずこれでも開けてみましょうかね。これでも開けて、なんかお、めっちゃいいの持ってるやん、チャップ最高やんってテンション上げていきたいわけなんですが、はい、何が出るかな、あ、ダンシングボムか。なんかちょっと霧がかってますね。なんか次のシーズンは霧が出るのか、それとも雪の地域の霧なのか、果たしてどっちなんでしょうかということなんですが、そうか、なるほどいや何がなるほどなんいうことなんですが、そうですね、特になんか誰も来なさそうな雰囲気があるんで、嵐のオーディションも来てるんで、もうそろそろ休憩タイムに入ってもいいかなと思うんですが、皆さんどうですかねいや聞くなやいうことあるんですが、じゃあ何かあるまでちょっとと待ちましょうかね。じゃあ皆さんね、ちょっとお待ちくださいませ。皆さん、敵が、僕が落としたアイテムのところに敵が群がっている敵が群がっているぞ。あ、そこにおると敵が屋根を作っております。でもこれ僕お尻狙われそうですごい怖いんですよね。そこにおるんだけど、これロケラン上手いこと使ったらいいと思うんです。お、マジでその距離この当ててくる感じやばいですやん待て、後ろとか見とかやられるからな。どうしよう、あ、待って、え、誰誰誰、え、なんか来てない、え、誰か来て、あ、あなたか、あ、こんにちは、あ、こんにちは、チャプティンです、マイネームイッシャー、マイネ、え、待って、やばいやばいやばい、ショットガン、あ、そうか、ショットガン僕持ってないから、こうワンチャラダメージは半端ないですね。いった、何、あ、めっちゃいいの持ってはる。待って、チャクチャク飲む、大丈夫、いけ、え、大丈夫、もう不安しかないよな、こんなとこで飲んでたらわ、やばいわ、来てる、来てますやん、やばい人が、ん、あのバルーン戦隊、バルーン戦隊バルンジャーをちょっとなんとかして倒したいんですが、やばいやばい、やられ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 
怖いよ。もういける？お願い、これだけ逃して、あと6秒、頼む頼む。ルインは王やね、王のなんかこの休憩時間はいると思う僕は。あ、いけた、よーし危なかったですね。で、ポーションがいらんでショットガン変えて、お、もう武器がすごく強い。こんだけ充実したほんまにフォートナイトないんちゃうかっていうぐらい最強やで今あとは優勝できるだけ。あ、もう武器はいいんですよね、間違いなくね、優勝できる武器構成なんですけどね、これでも勝てないのが、まあ、僕みたいなところありますよね。あ、なんかいいのが出たぞ、これちょっと隠しときましょうか。これちょっとあかんよーって、これちょっとほんまにちょっとあんま触ってあかんよーって、これ触ってあかんよーって、触ってあかんよーってしときましょう。ほんでなんか毒ガスとかこれ仕掛けときましょうこれでいい感じかな。さあ早く、あ、結構あれか、嵐のオーディション来てんで早く急がないとダメなんですね。ちょっと皆さんね、少々お待ちくださいませ。間違いなくいけるはずや。なんでかって僕はまだ生きているからさ。おいたい、バレてなんか近くにおるかなと思った思いっきりバレてるっていうね、僕の全財産めっちゃ失ったやんこの負け方はシンプルに悲しい。あれ、なんか、あ、なんか来てるかなと思ってショットガン持って待ってたら、いや、こっちからは見えてないやん残念無念、まだチャップ。はい、ということで今回はですね、ルインのかっこよさと、ルインの王様気分と、ルインの家を見に行こうということでね、溶岩巡りなどなどいろいろしたわけなんですけどもね、まあ、あの試合はほんまに、な、え、な、え、え、な、え、なになに、え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 、みたいな感じで終わっちゃいましたねぼーっとしてたら普通に敵から見えてるっていう、もうこんな残念無念またチャップっていうのがまさしくお似合いですよ。終わり方よ、武器めっちゃ強かった、待って何回見まして、終わり方でも動画的には美味しくなったかもしれませんな。あ、何その終わり方みたいなね、ワクワク感、ワクワク感、うん、噛んでますねワクワク感を皆さんにどうぞということで終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。